和歌山県北部を走る和歌山電鉄岸川線の駅に住み着いた猫が今日駅長に就任しました。まあね、これから一生懸命お客様をお迎えしてくださいね。はい、頑張ります。乗らない、頑張ります。乗らないというお客さんもさっと招いておいでおいで、もっとおいで。駅長に就任したのは岸川線の終着駅岸駅の売店で飼われている7歳のメスの三毛猫タマです。今日は就任式が岸駅前で行われ、タマ駅長は和歌山電鉄の小島光信社長から委嘱状を受け取り、帽子をかぶって仕事を始めました。おーグッド、おー、はい、ありがとうございました。おお、いい顔したね。岸川線は赤字で廃止も検討されましたが、去年運行が南海電鉄から和歌山電鉄へ引き継がれ、玉駅長は利用客の招き猫としての役割を期待されて今回の起用となりました。今日は駅長の給料としてキャットフード1年分と長寿祈願のお守りも受け取りました。玉駅長は詰めかけた報道陣に少々びっくりした様子で、駅長室となったこれまでの住処に戻ると今日一日の忙しさを振り返る様子で目を細めていました。この子は見た瞬間にね、すごかった。いやー、なんていうかこうパワーを感じたのね。あ、この子が駅長になってくれたらね、なんとなくこの和歌山電鉄も再生できるかなという、本当そう思ったぐらい。どんな駅長に？やっぱり安全と信頼をね、やっぱりシンボルになるようなね、駅長さんになっていただきたいね。駅長になられたご気分はいかがですか？頑張りますってな。